始まりました、北九州ワンプロジェクト。皆さんこんばんは。毎週月曜日20時10分から北九ウーマンプロジェクトの時間がやってまいりました。まいりました。はい、この番組の MC は勝と泉です。よろしくお願いします。また、ね、久しぶりにまた2人ということですね。まあ、あの2人か3人か4人かみたいなね、そんな感じで、はい、やっておりますけども、まあ、年末のね、はい、忙しい中ということで今日は2人ということでね、はい、させてもらいますけど、実は最近どうですか、はい、年末何してますか、うん、忙しいんじゃないですか。ずっと店で、うん、もう気が狂いそうなほど仕事してます気が狂いそうなほど仕事してます、はい、気が狂いそうなほどですね。今若干狂ってます。もう狂ってますか、はい、狂ってますか。狂ってます。今日よろしくね。今日よろしくお願いします。まあ、いつもご覧になっている方はお分かりだと思いますけど、ゆずみちゃんはお花屋さんをね、されています。このね、この装飾、これ生花ではないんですけど、まあ、これもお花ね、これ装飾、はい、デコレーションとかもしてるんですけど、はい、実際はお花屋さんをね、はい、八幡西区の方で営んでいらっしゃるオーナーさんなんですね。はい。素晴らしいです。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。オーナー頑張ります。ね、はい、オーナー頑張ってください。今ちょうどね、ほら、しめ縄とか作ってたじゃん。はい、しめ縄作りました。だって花屋さんで普通しめ縄なんて作りませんよね。もう売り切れました。え、マジで？注文しようと思ったの。あ、勝さんのが取ってます。あ、本当に？はい、あ、ありがとうございます。はい。ね、すごいおしゃれでこうポップなね。はい。まだ追加製造とかありですか？うん、ありですね。あ、ありだそうです。はい、追加製造がありだそうですから、はい、まだという方はね、ぜひね、頼んでいただきたいというふうに思います。ここまで。ね、ここ出てないね。生放送だから基本対応できないね。ということなのでね。一回で見たかったんですよ。まあいつでもやってください。やるだけタダですから、はいはい。やってもらってね。はい。でね、私なんかはねあれなんですよ。はい、もうね、そう。このね、もう12月やっぱりさすがに忘年会多い。多いですか。忘年会が多い。もうね、12月の頭からずっとね、数えて170回ぐらい行ってますね。それちょっと話持ってません。あ、持ってますか。すみません。5回、170回。まあね、忘年会もあるんですけど、私の場合ね、基本お酒飲まないんですよ。あ、そうなんですね。はい、飲まないので、ランチ会が多いんですよ。ランチ会、忘年会、ランチ忘年会。そうね、忘年会もあるんだけど、ランチ会がね、今週っていうか先週もそうですし、今週は毎日ランチ会なんですよ。すごい、すごい健康的ですね。健康的と思うでしょ。だけど今日ね、モーニングからランチ2回やって、だからね、朝モーニングでしょ、はい、それからランチ会でうどんでしょ、それと天丼でしょ、それから、はい、厚みコーヒーさんでベーグルサンドでしょ、それから近くの永楽でラーメン食べちゃってですね。母さん、それ炭水化物やばいっすパレードですね。パレードです。ね、普通炭水化物取らないんですよ、私。ほとんど。あんまり取ってるイメージないです。はい、取るのはお昼に少し取るぐらいなんですけど、うん、今日はね、取りすぎた。多分ね、2ヶ月分取った。だって普段スムージーとか飲んでますよね。そう、スムージーとかフルーツとか好きなんですけど、ちょっとやばいです。本当ですか？やばいです。もう全然わかんないですけど、まだ。いやいやいや、本当にね、やばいです。やばいです。お茶の間の皆さんもね、ぜひ、食には気をつけて。気をつけて。やばいです、本当に。明日も、やばいです。ランチ忘年会ですね。そうなんですよ。危険ですよ。で、こういうね、デブってる時に今日のゲストね。そう、いや、もうちょっとやめてもらっていいですか、そういうふり。もうね、ごめん、そういうふり、ね。横並びたくないんですよ。いや、細いよね。スタイルのいい素敵な女性が。いいよね、もうね。はい。ちょっとね、まあ男なんでね、あれですけどね。はい。はい。じゃあ今日のね、ゲストをね、ご紹介したいんですけど、今日のゲストはね。女性でこういう仕事してる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんだけど、全然聞きたいこといっぱいあります。ね、女性でいわゆる経営コンサルタントとして、まあさまざまなところに引っ張りだこですよ。そうですね、この方もういろんなところに行って、まあ、実際見るし、うん、お見かけするし、噂もたくさん聞くし、だから私も今日ですね、聞きたいことがたくさんあるので、うん、しっかりとね、はい、この1時間楽しんでいきたいというふうに思っております、はい、さあ、はい、それでは今日のゲストを紹介しましょう。斉藤久美さんです。どうぞ。こんにちは。どう
どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介の方お願いしたいと思います。じゃあこちらかな。はい、はい、このここ秘密基地ってなってるんですか。はい、ここ秘密基地だ。はい、もうこの会場秘密基地のスタジオからお送りしております。はい、そうですね。はい、はい、この秘密基地に、オフィスを構えております、サークコンサルティングの斉藤久美と言います。平成21年に、独立しまして、はい、今年で7年目ですね。はい、7年目、はい、を迎えて、うん、で今スタッフ3名と、共にこの秘密基地の中の7号室お、7号室。一応号室がちゃんとあるんですけどね。あ、一応号室があるんですか。あるんですよ。1号室、2号室、3号室。あ、そうなんですか。初めて聞いた。初めて知りました。へぇー。そこの7、セブン。セブンが好きなんですか。いや、別に。あ、たまたま、たまたま7だった。たまたまなんですけどね。その7号室に、入居してます。はぁ、はい、7年目だし。まあ、これたまたまですよね。そうなんですか。7揃いね、ですね。ということで、まあ、コンサルタントをされていらっしゃると、はい、いうことなんですけど、はい、そのコンサルタントでですよ、はい、従業員3名って言いました。はい、普通コンサルタントって1人でやりますよね。そうなんです。これコンサルタントで従業員がいるって言ったらもう府内総研とかそんな感じじゃないですか。全然もう全然。いやこんないやすごいですよ。いや、皆さんどんな仕事されてるんですか。ですね、はい、それぞれ一応役割分担がありまして、はい、一人は、まあ、販売。販売。販売をメインに、まあ、商品の販売をメインに。商品の販売、はい、をやってます。はい、で、一人は、事務。事務、はい、事務必要ですね。事務ですね。まあ、請求書だ、はい、なんだ、未払い書だ、はい、なんだ。で、もう一人は、製造。製造。食品の製造という。ちょっとコンサルティングなのにちょっと実業をやってるということもあるので、はい、ちょっと一人ではやれない、逆にやれないということで。ということは、はい、コンサルティング法人でしたよね。はい、コンサルティングの会社の部門の中に何か製造されてる。ですね、はい、厳密に言えば2つ組織がありまして、はい、2つ組織があって、はい、1つはコンサルティング事務所で、はい、これは個人でやって、その4年前にやったので、はいはいはい、もう1つは会社を作りまして、うんうん、そこで実業の方をやってるという、今2段構えで、2段構えでされてらっしゃるんですね。はい、でその、製造の方で3人いらっしゃると。はい、そうですね、両方にかかってる。両方にかかってる。そういうことなんですね。はい、ちょっとまあちょっといろいろ聞きたいよね。ね。で、ちょっとそれでいくと、はい、その、まあ、まずコンサルタントの方から聞きましょうかね。はい、コンサルタントのお仕事、主にどんなことをされていらっしゃるんですか。法人相手ですよね。そうですね。はい、まあ、大きく分けて、まあ、一つはですね、まあ、コンサルといっても、企業さんに出向いて、うんうん、そして、まあ、売上アップとか、うんうん、まあ、そういう、こう、うん、財務のちょっと改善とか、うんうん、まあ、集客をどうしたらいいかとか、うんうん、まあ、そういった経営に関するアドバイスを、うんうん、するというのがまず、うん、やってます。はい、それと、まあ、それだけではなかなか、うんうん、ということで、うん、もう一つの柱で、うん、セミナー、ああ、はいはい、研修とか、研修、はい、まあ、そういった分野で、まあ、はい、人前に、ちょっと立たせていただき、うん、まあ、いろんな経営の話、うん、まあ、そういったお話をさせていただくという、うんうん、ところかな、コンサルタントリング の、 その分野としては。なるほど。うん、この前もありましたね、まあ、先般ね、ゲストで出られた水間さんも出られてましたけど、ね、女性起業家フォーラムのパネリストでしたね。そうですね、パネリストとして今回は参加させていただきまして、はい、ああいう形のいわゆる人前でお話をするっていうお仕事も結構大きな柱になるんですね。そうですね、それも柱ですね。へえ。で、結構あっちこっちという、まあ、九州外、うん、多分ですね、多分というか、うん、3日に一遍飛行機乗って、はい、ほぼ毎日新幹線に乗ってる感じなんですね。なので、旅人ですね。添乗員じゃないですか。だからいつもあいつはゴロゴロ持って、はい、どこに行ってるのと、ね、飛び回ってらっしゃるんです。皆さん、ね、なんか本当移動が多いっていう、非常にボスなんです。いやいや、じゃあ
主にどこの地域でされてらっしゃるんですか、北九州以外は。この1週間でお伝えして、はい、あ、そう、この1週間のちょっと、ね、そうですね、知りたいよね、どんな仕事してるのかですね。今日どこからか帰ってこられたんじゃないかなと。あ、ですね、今日はですね、今日は北九州市内にいました。だいたい1週間こんな感じだよみたいなの教えてもらうと、はい、そうですね、嬉しいです。で、私記憶がもうそれで、はい、ぶっ飛んでるんで、はい、近いところからこう逆算していかないと思い出せないという感じなんですけど、はいはい、例えば、金土で言えば長崎にいました、はい、金土長崎、金土長崎に、はい、いましたね。そして、17日は名古屋にいました。あ、逆算してんだね。そうなんです。長崎の前が名古屋。名古屋なんですね。はい、なつながりね。関係ない。関係ない。関係ない。なしかってないですね。なしかってない。で、その前は対馬にいたはずです。対馬にいたはず。記憶大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？もう手帳を見ないと仲間に。あ、なるほど。もう過去は忘れるタイプですね。ちょっとこう流れていくんで、ね。なるほど。対馬、はい、はい。その前が、その前はどこだったかな。対馬に、まあ、1泊2日で行ってまして、はい、ですね、12、13、東京でした。東京でした、土日が。東京、はい。その前は、その前は熊本でした。熊本、11日。それ1週間の中でですよね。あ、ですね、ちょっと徐々にこう、あ、こう行ってます、ね、あのカレンダーを見ながら。いや、でもこの1週間、でもほとんどこの1週間。ちょっと熊本の前はちなみに、熊本の前がですね、福江です。あ、五島でした。五島。ちょ待ってください。五島、熊本、東京、それから、対馬、名古屋、長崎、北九州。北九州ほとんどいないんですね。そうですね。ちょっと待ってください。そういうことでしたね。じゃあそこでされて、主にされてらっしゃることは何なんですか。ですね、はい、そこで主にやってるのは、はい、それはちょっとバラバラなんですけど、はい、あ、やってることはバラバラ、はい、主にセミナーとか。あ、そうですね、遠方はほとんど研修系です。研修系、はい、ただ東京とかだったら、まあ、うん、ちょっと販売の方だったり、ああのマルシェにちょっと食品の販売代行ということで、はいはい、北九州のいろんな名産の品、はい、こだわり食品を、まあ、販売代行ということで、はい、週末の12、13の土日だったんですけど、行ってとか、はい、それ以外 そのさっき言いました対馬だとか熊本だとか、はい、名古屋とかいうのは、はい、あの研修だったりセミナーだったり、はい、それこそ女性起業家セミナーだったり。なるほど。そういう研修系というんですかね、はい、そういうのが。なるほど。その研修っていうとどういう内容が多いんですか。研修はですね、はい、まあ、この間の女性起業家フォーラムにあったように、はい、やっぱ今国も女性の社会参加というか、はい、それをぐんぐんやっぱサポートしていって、はい、で、行政だったり、うん、まあ、地元の商工会議所さんとかね、うん、まあ、そういった経済団体っていうんですかね、うんうんうん、まあ、そういったところのやっぱり機関が、うんうん、もっと社会に女性をということで、うん、女性にこう特化したセミナー。なるほど。新たにこう業を起こす、はいはい、その企業の、セミナーとか、うん、まあ、そういったのを、後押ししてて、ちょうどその今年、まあ、来年あたりもそうだと思うんですけど、うんうん、それで結構ですね言ってますね。なるほど、うんうん、まあ、ちょうどね、この泉ちゃんもお花屋さんとして開業してるオーナーですから、起業家ですよね。ですよね。こういう起業家の方をたくさん輩出する、うん、そうです。まあ、まだ泉ちゃんになる前の方たち、これから泉ちゃんになろうかっていうね。そうこれからの泉ちゃんを目指す人たち。なるほど。もう会社ってどうやって作るのとかね。なるほど、うん、まあ、まあいろんなやっぱ知らないこと、税金の話、はいはい、設立するための手続きの話とかあるじゃないですか。気持ちの問題とか、うん、いろいろ、ね、もっと早く聞けばよかったね。でも今でもいいんじゃないの。だって聞きたいこといっぱいあります。創業のそういう後押しも当然されるし、実際の企業の何そのさまざまなコンサルティングもされてますよね。そうですね。でいいじゃない。本当ですね。ね、いろいろなんか難しいです。役所のこととか分からないよね。でそもそもね、その女性としてそのコンサルタントって少ないじゃないですか、うん、はい、ね、なんでコンサルタントになろうって思ったんですか。あ、聞きたいね。あ、どういうきっかけですか。
16年間サラリーマンをして、サラリーマンは出たサラリーマン、これさ、水間さんも言ってた、え、OL とか、いや、やっぱ女性でもサラリーマンって言うんですかって質問したんですよ、水間さんにも、水間さんもサラリーマンって言ったんですよ、え、なんかサラリーマンって男っぽいと思ったんだけど、なんか OL の方が女性はなんか使うのかなと思ってたけど、水間さんもそうサラリーマンって言ってた。そうですか、はい、え、何の躊躇もなく今まで、セミナーでも自己紹介するときに、なるほど、16年間サラリーマンした後にとかって、いや、なんかですよ、うん、やっぱりなんか女性でサラリーマンっていうのは、うん、なんか水間さんから今回ね、ふみさん2人目なんですよ。そうですか、なんか不思議な感じ、あ、でもやっぱりそうやって成功する人っていうか、うん、ね、独立していく人たちは、うん、まあほら男性も女性も関係ないから言い方がサラリーマンって言ってるのかもしれない。ああ、いや、何の今まで気にもしてない。そういう話をしたわけでもないんだ、うん、まあまあいいや。だからそのサラリーマンを16年間でしたっけ。そうです、そうです、16年間サラリーマンをして、はい、そしてどういうきっかけだったんですか。あ、きっかけの話でしたね、はい、で、なんでコンサルかでしたっけ。そう、なんでコンサルなのかなみたいな。でですね、はい、やっぱりその就職っていうか、その働いてた業務内容が、はい、町づくりとか、はい、そういった都市計画とか、ちょっとそっちの、はい、都市計画っていうとハードにイメージ聞こえるんですけど、例えば、門司港レトロ地区の10カ年計画だったりとか、皿倉山 の、 今後の方針だったりとか、でっかい仕事してますね。そういった観光計画とか、地域計画とか、はい、商業活性化とか商店街活性化とか、はいはいはい、面の、ソフトの部分をいろいろ企画したり、うん、構想を作ったり計画立てたりとかっていうような業務だったんですね、はい、その勤務してる時の内容が、はいはい、幅広く言えばコンサルティングだったんです、はいはい、で今私は古典さんの経営の分野に入ってますけど、古典さんって個別店舗ってことですね。そうですね、はいはい、古典のお店 の、はい、コンサル、経営コンサルっていうものですけど、はいはい、その前はその町全体とか、はい、地域とか、それサラリーマンで、そうそうそう、へえ、すごい仕事ですね。町づくり系のお仕事だったんです。あ、そうなんですか。で、まあ、その地域をどう魅力的にするかとか、どうやって集客するかとか、まあ、そういったお話っていうか、そういったところを計画してたり行くんですけども、はい、毎年ですね、はい、やる業務っていうのが、ある時はスキー場の計画、はい、ある年は国民宿舎をどうしていくホテル計画、なるほど、はい、ある時はそうですね、まあ、門司港レトロだったり、はい、ある時はアドベンチャープールの今後の経営方針、はいはい、もうやることが毎回違うわけですよ、ね、はいはいはい、そうすると、うん、そうするとその分野の専門分野を、はい、そのたびにホテル業界の話とか、あ、勉強するんだ、なるほど、ね、その何ですかね、スキー場、はいはい、ね、大変ですよね、スキー場、どの斜面で成立するかとかですよ、うん、北側の斜面っていうのが一番日が当たらないか、北側斜面が当たらないか、すぐ氷が溶けるとかね、あ、言われてみたらそうだ、まあ、そんな感じで、はい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 、で斜度が3度か9度かとかいろいろあるじゃないですか、あ、うん、でそういうのをまたゼロから組み立てていかなきゃいけない、はいはい、それがすごくきつくて、はい、それを何ですかね、どんな業種であっても、うん、なんかベースって一緒じゃないのかなって、はいはい、そこを勉強しておけば、自分に習得しておけば、うん、どんなテーマが来ても、うんうん、このゼロからじゃなくて、なるほど、ある程度ね、そう、ある程度の知識の、はい、プラスアルファの業種特性をポンポンポンとしておけば、はい、まあ、全体的にその方針だったり、まあ、道しるべだったり道筋だったりっていうのがつけていけるんではないかと、そこに気づいたわけだ。気づいたんです。なるほど、はい、で毎年そのゼロからやっていったら、もう時間が足りないし、うん、それはそうですね、残業してももう終わらない、はい、でそれに気づきまして、うん、じゃあこのベースを習得するためには、はい、と思った時に、まあ、一つ考えたのが、その今取ってる診断士っていう中小企業診断士っていう、はい、資格だったんですね、はい、でそれが、まあ、コンサルの領域、で、なるほど、最初はそこなんです。あ、最初は勉強ということで入ったんですね、うん、そうですね、そこの知識を何とかして、なるほど、持っといけばその残業しなくて済む、もっと効率的に業務を、なるほど、回していけるんじゃないか、うんうん、数こなせるんじゃないか。
それが結局今のコンサルティングにつながっていったそうです、ね、わけなんですね、うん、そのベースがあったから、まあ、独立して、まあ、そっちの方にっていう、まあ、でもサラリーマン時代もコンサルティングだったんですねそうですそうですなるほどね、うん、すごいもう引っ張りだこなんですよ、もう今聞いてみてねわかるじゃんもうずっとね移動してるぐらい引っ張りだこですよなんかちょっとちらっといろいろ行ったって聞いて羨ましいなと思ったんですけどとんでもないですね、うん、なんかあそこで何が食べれるぞとかねちっぽく料理食べたいなとかそういう話長崎行ったり名古屋行ったりがなんか楽しそうだなって一瞬思ったんですけど味噌カツ食べたいなとかね ね食べるとかドデニとかね最高ですよ先日ドデニ食べました、はい、ああいいですね、うん、美味しかったです ねこっちの牛すじ煮込みとは違いますねあやっぱりねあそこは独特の文化ありますからねうんそうなんだやっぱそういうのも楽しみながら楽しかったですあそうなんですなんかお仕事だけで行ってるだからそんなこと言ったら失礼かなと思ったんですけどお仕事はお仕事で出張させていただきその後また皆さんでね、うん、地元の方たちと一緒にその後飲みに行きましょうみたいな流れになれば その地元のねお食事もいただけるそれ全国に結構行ってる感じですかいやいやいやもう西日本プラスアルファだからもう名古屋からあなるほどねいやでもそれでも広いですねすごいわいやもうね大活躍してるんですよ、この辺ね掘り下げて聞きたいなと思うけどまあいかんせんねそれは時間がありますからねそうですねもう一つね言ってた実業を聞きたいんですよ、はい実業って何ですか実業は、はい、あのポン菓子の製造販売ポン菓子の製造販売、はい、ちょっとその辺の思いを語ってくださいよあそうですか、はい、ですねまあ、コンサルっていう業務がやっぱりどうしても、はいうん、あのサービス業で、まあ、自分が出て行って、うんまあ、仕事になるというか、まあはい、ビジネスになるというか、はいまあ、それだけやってると結局従業員も雇えないし、はいはい、自分一人でとりあえずバタバタしなきゃいけない、まあ、そうじゃなく、一方で、まあ、自分で、小売物販というのをやれば、うん、サービス業と なんか両存できるというか、うんできるので、うんまあ、そっちの2つの柱でもって、まあ、コンサルティングをしながら実業自分で製造して販売して、うん、お客様と接して、うん、そしてそこで商売という一プロセスを自分が体感することによって、うん、またそのノウハウがフィードバックされコンサルの方に生きるのかなと、うん、なるほどこの循環が大事ですね、うん、必要だなと、うん、本当にずっと前から思ってましてなるほどでやっぱりリアルな話ができる、うんうんうん、コンサルでいたいとそうですよね、はい、とかくそのコンサルタントっていうと自分をやってないのに教えるだけみたいなねそういうふうに言われる人もいらっしゃるし実際ねそういう方多いですよね自分はやったことないんだけど勉強で知ってるみたいなねそういう方多いのでその点自分で実業をやってコンサルに生かしていくということですよねそうですね素晴らしいそれで貸した感じで
ポン菓子ができるんです。なんか軽いじゃないですか、うん、あれ一つ粒があんなくなっちゃうんだね。お米が膨らんで膨らんで、であれお菓子になる。そう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 、あんま見ないよね。さっきの斉藤さんのポン菓子、うん、綺麗ですよね、形は、うん、米じゃない、あれはね、マカロニなんです。あ、マカロニ、そうなんですね。で、お米だと、はい、あのちょっと食べづらいんですね、うん、ボロ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 して、うんうんうん、で、マカロニだったら、うん、あの1個が大きいので、はい、あのちょうど1個でつまんで食べられるサイズなので、あのマカロニにちょっと着目して、まあ、今はマカロニは使ってるんですが、いずれオール北九州にしたいので、はい、まず機械が北九州発、はいはい、そして主なあの 主原料として、うん、あの今マカロニを使ってるんだけど、うん、それはね、うん、米粉を使いたんですね。で、米粉のマカロニってあるんですよ。で、まあ、できれば北九州の米粉でと思うんですけど、はい、まあ、それが難しければ福岡産の米粉で作ったマカロニで本に仕立てたいんです、うん、なるほどね。そうなんです、実は本菓子の機械は北九州が発祥なんですよね。そうなんですね、トバタで ね、うん、いやこれね意外と知らない人多い、うん、多分北九州市民でも8割知らないんじゃないかな。あ、知らなかった、戸畑出身なんで知らなかったです。多分8割は知らないと思います。そうでしょう、1割ぐらいじゃない知ってるの。すごい、うん、多分これね北九州検定出るかも感じですよね素晴らしい。まあね、だから本当今伺ったらその北九州×食ということで、またこれをオール北九州ってね、この北九州のこだわりがね、すごく伝わってきます。伝わってきます。でさっきちょっと聞きましたけど、え、18歳で北九州に来たって今ポロッと言われましたよね。もともとどちらだったんですか。もともとは生まれが宮崎なんです。生まれが宮崎、はい。で、はい、大学 の、うん、あの大学進学と同時に北九州に来ました、はい。北九州もしかして一律大学。はい、そうです。なるほど、はい、で北九大ですね。北九大、北九大私立大学に行きまして、はいはい、それから、就職をし、はい、地元北九州に就職をし、はいはい、そしてもう一回大学に行くんですね。もう一回行く、もう一回北九大のビジネススクールっていうのが、はい、あの平成19年にできると聞きまして、はいはい、え、1期生ですか。うわ、すごい。ちょうどその頃資格をそれこそ取って、はいはい、どうやってこれで食っていこうかな。あ、中小企業診断士は取ってたんだ。取ってたんです。しかしそれの生かし方が分からなくて。意外と持ってる人多いですけど、うん、中小企業診断士の方で実際コンサルやってる方って意外と少ないですよね。へ、うん、意外と資格持ってるけど企業の中で勤めてるって方も多いですよね。なるほど、なるほど、うん、そうですね、うんうん、意外と生かされてない方も多い、うん、悩んでたんだ。そうなんです。で、まあ、そんな時に北九大あビジネススクールっていうのが、うん、まあ、始まるぞという情報を聞きまして、うん、はい、あ、これはもう一回ちょっと学び直したいと思いましてね、うん、で、そのもう一回大学院に入ったので、はい、2回入学し2回卒業し、うん、同じ学校に、そして、はい、北九州で事業を開いて業したっていう、もう、はい、もうあの北九州に出身じゃないのに、なるほど、なんかもう北九州市の意図通りみたいな。いや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 、嬉しいじゃないですか。もう意図通りにみたいな。ね、で、じゃあ高校生までが宮崎、はい、なんですか。あ、そうなんですか、はい、その宮崎県人だった久美さんが北九州に大学生で来ました、はい、どんな印象だったんですか。もうね、第一印象いいですか、はいはい、うるせえと思ってます。うるせえです。そのうるせえがクラクションなんです。ああ、車のね、街のクラクション、はいはい、もうブッブブッブ鳴らしてて、ああ、北九州は確かにクラクション多いかも。多かったんですよ、はい、多いんですね、はい、すいません、ちょっと言葉が、はい、あれ、いや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 、その時にまだ電車が、まあ、特に宮崎ですからね。そう、宮崎と北九州ですからね。そう、あの、まあ、田舎もんからだったんで、いやいやいや、で、あの、何、路面電車が走ってまして、あ、当時ね、はいはい、いやいやいや、はい、北方線だ。あの、北方線はないです。あ、もうないか。ないです、ないです。そっか、北方線の記憶はなくて、はい、黒崎まで行ってたんですかね。山手線、山手線じゃないよ。それ東京ですよ、それ。山手線、あれ、いや、あの、だからね、旧電車通りって、砂津から、そう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 、砂津から、はい、
宇野町を通って黒崎までね、うん、あったんですよ。そう、昔あったんですよ。ねえ、もうね、今若い人は知らないんですけどね。ですよね。なんかよく周りに旧電車通りっていうところ、ね、だから旧電車が通ってたんですよ、昔。そうそう、電車が走ってた。もうあれは小さい頃はあれがもうメインのね、移動手段でした、はい、で、そっか、あれがその時にまだ現役で走ってましたから、はい、あったんですね、はい、一方通行が、ああそう、街中にすごく多かったんですよ。そうなんです、あの当時一方通行ね、めんどくさかったんですよ、分かりにくい。だから小倉に来ると結構分かりにくいですよね。なので多分そういうのもあって、はい、あっちこっちでクラクションなの、まあまあそれが日常的だったのか私には分からなかったんですけど、家の、ま、家から聞こえるという意味じゃなくて街中に出るとっていうことですね。そうですそういうことか、うん、なるほど。そうなんです。でなんとうるさいんだろう、はい、一つ鳴らすともうどんどんみんなが鳴らしてはあ、でもなんかそんな印象ないから多分慣れなんでしょうね。慣れなんでしょうね。すぐ鳴らされるって思っちゃうけど、うん、でもその他ほど多いっていうイメージでもなかったです。うん、やっぱりね、比較の問題ですね、うん、そうですね。なるほど。もう静かなところですよ、多分。いやいやいや、そうですか、うん、なるほど。でも今すっかり慣れちゃった。もう慣れちゃいましたね。これ慣れるとね。鳴らしてます。鳴らしてる。鳴らすことはないでしょね。そうなんですね。わかりました。じゃあ北九州のこともだいぶね、うん、もう、はい、もう半分以上北九州人という、ね、うん、そうですね、感じですよね、うん、じゃあね、ちょっと今日私ね、一人ロケしてきたんですよ、うん、はい、一人ロケして美味しいうどん屋さんに行ってきたんですよ。北九州のうどんってお好きですか？どうですか？そうですね、あんまりイメージない。静岡に3年住んでて、はい、やっぱり助さんうどんは恋しかった、はい、ああなるほど、うん、助さんうどんといえばね、北九州のね、一つブランドですよね。そうですね。そうで、今日は助さんうどんではないんですけど、すね、まあ、北九州の中でもまあ指折りでここが一番なんていう人もいらっしゃる。私も多分北九州の中で一番好きかもしれない。まあね、一番好きっていうか、この五本指に入る、私が好きな五本指に入るところで、というのは今日実は初めて行ったんですよ。え、五本指に入るって今日五本指に入ったんです。それ全部五本指は全部うどん屋さんなんですか？いや、うどん屋さんの五本指、うどん屋さんの五本指の中に入った。今日行った。今日行った。あれ、あの噂は聞いてたんですよ。でもなんか私分かったかもしれない。分かったかもしれない。ちょっとじゃあ VTR 見てもらいましょうかね、うん、はい、あの小倉北区の、片野にあるうどん屋さんです。じゃあビデオ行けますでしょうか。はい、じゃあビデオよろしくお願いします。ビデオ行けるかな。片野です。じゃあ違った。まだね、意外と知られてない。へー。はい、皆さんこんにちは、北九ウーマンプロジェクトの勝です。今日はですね、なんとここうどんの矢野丸さんに来ました。矢野丸うどん、超人気のうどん屋さんということで、もうね、本当に皆さん美味しいということで大人気なんですけども、早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日は、ね、これいただきます。じゃあいただきます。これ美味しそうな、これ。これ食べてる。うまいですよ。相当うまい。あのね、麺がもちもちなんだけど、もちもちってのはね、外側はいわゆる北九州人、福岡人が好む柔らかい麺なんですけど、中に芯がある感じでもちもちしてむちゃくちゃ美味しいです。でこのお肉、これ絶品です。最高です。美味しいです、うん、おすすめです。これがね、ミニ天丼とミニうどん。これね、ミニ天丼ってミニじゃないよ。全然ミニじゃなかった。これね、わらび餅をいただきました。うん、いや、これはね、あのメニューであるんですよ。それではね、今日はね、ちょっとここで出すんですよ。名物わらび餅をいただきます。本当はもっと多いんですけどね。あ、そっか、でしたサービスで。じゃあ手作りの、
のね、食べたことがない。おいしい。ぜひ行ってほしい。これ最高です。超おすすめです。わらび餅も最高でした。山丸最高です。いや美味しかったですよ。ここうどんの矢野丸さん、いろんな方からねご紹介いただいて、実は今日初めて来たんですけど、いやもう美味しかった。スープもね美味しいし、やっぱり麺最高でした。それから具材で、実は映像撮ってないんですけど、天ぷらがね最高に美味しかったです。この、矢野丸うどんさん、ぜひおすすめしたいと思います。皆さんもぜひ行かれてみてください。どうも、じゃあまた。はい、ということでね、片野の矢野丸うどん、八の丸って書いて矢野丸うどんさんなんですけどね。いやね、これ私の友人数名の、いわゆるグルメ友達っているじゃないですか。美味しいものが好きな友達ね、はい、そういうグルメ友達みんなからおすすめだったんですよ。で前回行った時にお昼の2時ぐらいに行ったんですけど、うん、もうね売り切れてなお休みだったんです。ですよ、うどん屋さんで。すごいでしょ、2時で完売。完売してましたね。すごい。でね、うわこれ絶対美味しいんだと思ってネット調べてもむちゃ美味しいことしか書いてなくて、もう行きたい行きたいってようやく今日行きました。もうね、毎日今ランチ会が入ってるのなかなかね、その中に無理やり入れ込むのが難しくて今日ようやく行けたんです。天丼やばかったですね。あれ天丼ね、あれなんかでもあるじゃないですか、天ぷらとかを別に置いてて、サクサクででも食べれるし、うどんに入れてもいい、それかと思ったんですよ。いや違うんです、あれ天丼なんだね。ミニ天丼です、完全に。でね、どうもあそこはなんだろう、お魚なんかも実はあそこオーナーさんが自分で、船持ってなんかあれ釣ってるみたいな感じでなんか噂で聞いたんですけど、でそれをなんかね、寒山荘別館にもお魚を下ろしてるみたいなねぐらいのなんか人らしいんです。噂ですよ、ちょっと分かんないですけど。でだからミニ天丼の中にアナゴ天ぷらとか、あとね、なんだろう、お魚の天ぷらがあったんですよ。あ、お魚中心ですか。いや野菜とか、野菜もあるんです。野菜もある。お魚の天ぷらって珍しくないですか。すっごい美味しかった。そう、すっごい美味しかった。でね、エビがプリプリでしたよ。もう新鮮でね、あの歯ごたえ何ってぐらい、全然ミニじゃないしみたいな。全然ミニじゃなかったですね、でね、すっごいたくさん、あの麺がね、独特というか特徴があって、北九州とか福岡の人ってうどんの麺って柔らかい麺好きですよね、私もそうですけど。で外側は柔らかいんですよ、でもね結構芯があってコシがちゃんとしてるっていう、麺でですか。なんかハイブリッド型の麺です、ハイブリッド。はい、でね、また出汁がこれがね、北九州人が絶対好む、これね多分全国的に言っても、好まれるスープですよ。本当に綺麗だった、スープも。そしてわらび餅も、わらび餅も美味しそうでしたね。あれね、なんか丹波産のきな粉とかね、あ、素材にこだわってらっしゃる、ね、本当ですね。一つ一つの素材がすごかった、これね、ぜひね行ってほしいです。でもみんな行くとね、すごい、もっともう売り切れちゃうと思うけども、でもいい店だからね、ご紹介したい。大将がめちゃ良かった。もうね、初めてなのになんか相当ウェルカムな感じで、ウェルカム、すごいびっくりした。ぜひね、小倉北区片野の矢野丸うどんにね行ってほしいと思います。はい、美味しかったです。いいな、ね、美味しそうでしょ、矢野丸さん。はい、なんか北九州のなんか好きな食べ物とかってあったりします。そうですね、でも、はい、まあほら食ね、お魚は好きですね。美味しいですよね。ごまさば。ごまさば美味しいね。お腹すきますね。ね。ごまさば美味しい。やっぱタレもやっぱお店によって違うんですよね。ごまのすり方。あれごまさばって。すりごまと粒とごまもね。最高ですよね。コンビネーション。コンビネーションね。ごまさばって結局はあれですよね。鮮度が悪いとできませんもんね。
そうなんです、うん、だからどこでもできるわけじゃないですもんね、うんうんうん、あれ最高ですよね。まあね、この番組では北九州の食についてもね、どんどんご紹介したいなというふうに思います。ね、また次回も、あ、はい、一粒牡蠣、あー、牡蠣もうまい。牡蠣の季節ですよ。本当ですね。今からはもうパカッオレンジでパカッて、ちょっとまあまあそうですね、ちょっと牡蠣パーでもしますか。ね、しましょう、ね、食べたくなりました。すいません、この夜のね、飯テロ申し訳ございません。さあ、でね、今日は実は新コーナー、新コーナー、新コーナーを用意したんですけど、北九州検定コーナーというのをですね、ご用意させていただきました、はい。まあ、北九州検定というのは今年から始まったんですけど、はい、その北九州検定に関する問題、過去の問題とか出るかもしれないみたいな問題をね、ここで取り上げていくということなので、まあ、みんなで一緒に北九州のことね、まあ、この番組はね、北九州のことをみんなに知ってもらおうっていうのが一つの目的なので、北九州検定コーナーをやりたいというふうに思うんですけど、お勉強コーナー、はい。さあ、今日のですね、お題はこちらでございます。こちら、こちらです。見えますか。日本夜景、はい、日本夜景遺産、これ私のちょっと汚い字でございますが、日本夜景遺産ということで問題を出していきたいと思うんですけど、日本夜景遺産って知ってます？日本夜景、ちらっと、ちらっと、ちらっとなんか、ね、すいませんね、ちらっと、いやいや、ちらっとでいいですよ。実は全国の綺麗な夜景とかを、うん、夜景鑑定士っていう資格を持ってる人たちが、選ぶんですよ。で、全国のここの夜景が綺麗ですよっていうふうに言うんですけど、実は北九州はたくさんあるんですよ。北九州なんとね、5カ所。北九州ですか？北九州市内に5カ所の、このね、日本夜景遺産認定の綺麗な、すごい、一箇所と思って、私も一箇所と思い浮かぶあります、はい、多分ね、一箇所はすぐ分かるんじゃないかなと思います。ちょっとね、ちょっと見てみたいと思いますけど、夜景、これね、ちょっとね、市内でしょ、北九州、これ分かるかな、これもう、これはもう、これ分かるよね、多分これじゃないですか、イメージしたの、うん、はい、ちょっとこれね、霞みかかってますけど、せーの、どうぞ、せーの、サラクラさん、まあまあ、そうね、サラクラ山とかサラクラさんとか若干ね、今ありましたけども、そう、サラクラですね。ここはそうなんですよ、日本夜景遺産にも当然認定されてますし、新日本三大夜景でね、いうことでもね、選ばれてましたけど、これが4つあるんです。これが4つ、1個思いつきました。はい、何でしょう。足立山の、足立山、ああ、違います。てっぺんの、ああ、確かに、あれで違うんです。違うんです。これね、ヒントを差し上げます。ね、5つあります。9、5市1個1個にあります。たまたまですけど、つまり文字、文字、小倉、戸畑、八幡、若松、それぞれに1箇所ずつあります。5箇所、笠師山、違う、文字違いますね。文字譲ります。あ、だったら関門橋。ああ、惜しい、惜しい。戸畑、はい、どうぞ。コンピラさん。コンピラさん、違う。何の名前を言ってるのかな。あのね、ちょっとここであれだけど、サラクラが出てるから山とは限らない。限らないね。山もあるけど。戸畑はあそこしかもないです。あ、ちょっと戸畑出身なんで。はい、どうぞどうぞどうぞ。向川東橋の近くです。おお、お、それもね、惜しい、惜しい、惜しい。ちょっとかすったかすった。私場から見える若松に向けての、あー、違うな、ポンポン線、違う違う、違う、若戸橋ないんだ。若戸橋で、若戸橋も見えるけど、高戸山、そう、あ、そ、あ、高戸山です。あれ若松か、なるほど、そう、若松は高戸山からの夜景です。これもね、今度はサラクラと並んでいい夜景ですよ。高山ですね。はい、若松は戸畑市なんですか。は、あれ、旧五市は若松市、戸畑市だったんですね。戸畑まで出てない、戸畑出てない、
北九ウーマンですさあ、ね、今伊畑の、サラクラ出ました。はい、それから、若松の高遠山出ました。はい、山は忘れてください。忘れます。忘れてください。あと山ない。え、もし私メカリかと思ってました。違う、ブルーミング。ああ、それも含めて。ムジコレットそうですね。ハニガシ。あ、はい、まあまあ、そうそう、モジコレトロが、まあ、ほぼモジコレトロでいいです。あ、いいですか。もうモジコレトロでいいです。モジコレトロの、そう、あのね、あそこのハイマートってタワー上から見たのモジコレトロの夜景なんです。はい、さあ、と小倉戸端。戸端市議鉄。戸端、違う違う違う、ちょっと分かんなくなっちゃう。これは小倉は、はい、はい、あの、ほら、あの住金のところ の、 あの工場萌え、工場萌えとも違う、うん、ではない。じゃあヒント差し上げます。小倉も戸端も季節ものです。一年中で、はい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 、どうぞ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 。小倉で、はい、あ、よかった。妨害橋のイルミネーション。正解、小倉イルミネーションです。はい、そっかそっか、夜景。そう、はい、そうなんです、今の季節だけ。はい、戸端は、戸端は戸端祇園。そう、正解です。さあ、さあ、ちょっと答え見ましょうかね。これがね、サラクラですね。それからこれが、はい、これ門司港のハイマート。はい、ハイマートから見た夜景、綺麗でしょ。綺麗、むっちゃ綺麗です。そしてこれ、戸端祇園でございます。これね、戸端祇園っていうのは文化夜景遺産っていうカテゴリーなんですけど、九州ではこれだけしかないです。九州で 文化夜景遺産っていうのは戸端提灯大山さんのみですね。戸端祇園までですよ。素晴らしい、大好きな戸端祇園ね、はい。そしてこれが若松の高遠山。高遠山、綺麗なんですよ、このね、工場と若戸大橋と戸端が綺麗に見える。小倉の方まで見えますね。素晴らしい。そしてこれ、なるほど、ね、まあ、あの小倉イルミネーションといえばここの大貝橋がね、はいはいはい、中心になりますけども、なるほど、ね、どれも納得です、はい、でもね、この5つの、この夜景遺産があるっていう都市ってそうないんですよ。特にさっき言った戸端提灯ね、戸端祇園大山がさ、ああいうふうな文化夜景遺産に選ばれるところっていうのはほとんどなくて、九州にも1箇所すごいなんですよ。であとあるのは一般的にお隣山口のね、山口七夕提灯祭りっていうところも選ばれてるんですけど、それとあとはね、あのやっぱり東北のお祭り、あの辺はね選ばれて、そう選ばれてるんですけどね。なかなか全部が文化とか施設とか自然とか全部が揃ってるのはまあ全国的に珍しい。北九州市、北九州は夜景の街でもあるんです。なるほど、ぜひまだ見たことない北九州市民の方、そしてまだ北九州に来たことない方はですね、ぜひ夜景を楽しんでほしいなということで、今日の北九州検定コーナーは終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあさあさあ、ということでもうね、終わりの時間が近づいてきたんですけど、ね、今日のゲストの斉藤久美さん、はい、今後の、ね、抱負とか計画とか予定とかありますか？そうですね、はい、あのそれぞれにあって、まあ、さっき言ったあのコンサルティング分野と、はい、あの実業の分野とあるんですが、はい、まずコンサルの方ですね、はい、まずコンサルの方に関しては、うん、やっぱりそのさっき、山根さん言われたように女性のコンサルが少ないです、うん、少ない少ない。私は、うん、まあ、あの業を起こすその起業家を応援してはいるんですが、うん、それを後押しする人もたくさん、うん、私はこの北九州にあのいてほしい。必要ですよね。そうなんです。必要で、あのやっぱり女性って女性のなんかこうなんていうんですか、まあ、アドバイザーを求めているというところもあるんですよね、うん、やっぱりエステだったりネイルだったりすれば、うん、ね、やっぱりどうしても、ね、女性の職業というか、うんうんうん、なので、まあ、そういったのも、うん、あの女性ならではの業種なので、うんうん、まあ、そういうふうな同じ
経営女性の経営コンサルをもっともっと、うん、なるほど、育成していく、育成するのに、今年、まあ、もう今年ってもあとわずかですけど、うん、そうやって資格を取りたいという人が実は周りに数人いるんです。おお、いいですね。その人たちを今はまあ寺子屋風っていうとあれですけど、はいはいはい、みんな集まっていただいて、うんうん、でそれを定例的に定期的に、うん、あのアドバイスというか、うん、まあ、あの試験対策だったり、はい、みんながあのモチベーション維持するような、うんうん、まあ、そういった取り組みを後押しするのこの秘密基地で、うん、の一角でね、なるほど、応援していきたいなっていうのがコンサルの分野の一つ。なるほど、はい、で実業の方が、はい、その方はあのさっき言いましたポン菓子を、ポン菓子、はい、はい、しっかりと、うん、売っていけるように、うん、ゆくゆくは海外まで持っていきたいんです。おお、いいですね、はい、受けますこれ、はい、どこにもないしないんですよ、うん、でデモンストレーションっていう、はい、あれやっぱ爆発音が、はい、あインパクトあるなれなるので、はい、いろんな、まあ、なんですか、うん、地域に海外に、うん、機械を持って行って、うん、で路上でね、うん、フランスの街角の路上でポッとすごいですよさせて、それ YouTube で配信してください。それもうぜひ見たい。でパスタの本場じゃないですか、はい、もうそういったパスタを使ってポンとする、すごい、みんなにその場で味をつけて食べていただくと。あれ機械持っていくんですね、飛行機乗せて。そう、あれのデモ機を、はあ、ちっちゃいやつがあるんだ。ちっちゃいやつをこれから開発していく。そうなんですね。それ言っちゃっていいんですか、大丈夫ですか。分かんないですけどね。まあ、まあ、する人はなかなかいないですけどね。も、はいはい、のづくりの街だからこそ。できるんですよね。はい、そういったところで、うん、ちょっとあのデモ機を持っていけたらいいか、はい、うわ、楽しみ。じゃあ今度から1週間のうちに、名古屋、長崎、フランスとか入ってきそうですね。ああ、いいですね。フランス日帰りとか。入ってきそうですね。フランス日帰りたいな、ね。もうそんな仕事はして、ね、もうその時はもうずっといたいですね。そうですよね。フランスね、うん、なんか弾丸ツアーとか嫌ですよね。嫌ですね。飛行機乗って現地3時間で帰ってくるんですかね。打ち合わせして終わりで、やだやだ、一発叩いて帰ってくるみたいな。15時間ぐらいでもね、十何時間で見てね、3時間で、やだやだやだ、ね、まあ、ぜひぜひそれね、北九州の文化を世界に広めるというね、うん、意味でもすごく期待してます、はいはい、頑張ってください、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日のゲストはですね、コンサルタントとして、そして実業家として今まさに大活躍、もう世界的にこれから活躍をされているというね、斉藤久美さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。さて、ね、こうやって1時間お送りしてきました北九ウーマンプロジェクト、今年で最後、まあ、今年で、今年、今年、今日が最後、今日最後、うん、はい、今年で、今年が最後とかだったらね、今日最後みたいですよ。違うぞ、来年もありますから、ちゃんと来年もちゃんとやりますよ。で、今年の、放送は今日が最後、今日が最後なんですね、はい、ということで、次回はですね、ちょうどあの月曜日が4日だったり、その次が祝日だったりという関係があって、次の放送はですね、1月の18日ということで、ね、かなり先、1ヶ月先なんですけど、またね、いろんな形でより楽しいね、番組目指してリニューアルをして、頑張りますのでね、次回1月18日お楽しみに、お待ちいただければというふうに思います、はい、それでは今日はですね、ゲストに斉藤久美さんをお迎えして、私勝と泉とね、お送り出しました北九ウーマンプロジェクトでした。ではまた来年もね、はい、よろしくお願いいたします。では、良いお年を。また来年。